週末久しぶりに地元に帰ってきました。土曜日の夕方から日曜日一日ということで、地元で一つは多くの誰でもご参加できる形でのオープンセミナーを2会場、あとは地域ごとの講演会の総会を開催をさせていただきました。幹事長ですからなかなか帰るのは難しいんですが、月に1日1回程度はなんとか地元に戻りたいというふうに思っています。ここで、地元の皆さんの率直なご意見をいただき意見交換する、これが政治家としての方向感覚を狂わせないための非常に重要な機会であるというふうに思っています。もちろん会長としてこれから各地方を回ってまいりますが、そこでも率直なご意見いただきたいと思いますが、なかなか初対面の会長に本音で物を言っていただける方は少ないわけで、多くの国民の皆さんの声を率直に聞くことができるのは、地元ではないかと私は思っております。そういう意味で、地元は大事にしたいというふうに考えています。今日は以上です。